解散命令を受け取る社会主義国家党の首脳中央の人物が、オット・ー・エルン・ストレーマードイツ社会主義帝国党は、第二次世界大戦後の1949年に結成された西ドイツの政党。ドイツ社会主義来ヒ党、ドイツ社会主義国家党とも、指導部にドイツ国防軍の元少将、オット・ー・エルン・ストレーマーや民族主義系の作家、フリッツ・ドールスがいた。 SRP は戦後に成立したドイツ連邦共和国は米国の傀儡政権であり、政党政府はアドルフ・ヒトラーの死後カール・デーニッツが率いたフレンスブルク政府であると主張した。また SRP はホロコースト否定論を展開しアメリカが戦後にダッハウ強制収容所にガスオーブンを作ってホロコーストを捏造したとしている。復興したドイツ国は 資本主義と共産主義に対する第三勢力によって導かれるとした。反米や親疎の見解を持っていたので、ソ連は SRP に資金を提供していた。そのため SRP は決して公然とソ連の非難をすることはなかった。ドイツ共産党とも協力関係にあり、1952年に連邦憲法裁判所によって共に活動禁止を命ぜられた。 レーマーは、もしもソ連がドイツを侵略するならば、自分たちを交通警察官と位置づけ、ライン側への行き方をロシア人に教える、ロシア人ができるだけ早くドイツを通過できるように手を広げるとまで述べた。SRP は、かつての突撃隊を思わせる、準軍事的組織、ライヒ先生を持ち、およそ1万人のメンバーを抱え、 ニーダー・ザクセンの議会選挙で16議席を、ブレーメンでは8議席を獲得していた。エンサイクロペディア・オブ・モダン・ワールド・ワイド、エクストリーミス・ツエクストリーミスト・グループス、スティーブン・イー・アトキンズ、グリーンウッド・パブリッシング・グループ、2004 ISBN、ISBN0 から313324859。 ISBN 9780313324857P273 から274 27マーチメーリーザビーストリアウェイキンズありがとうございます